てことで皆さん今日もですね、元気いっぱいにスーパーマーケット営業していきたいと思います。はい、見てください。もうこの前から増えました、人が。いや、品出し二人はね、激アツ。で、ゆうぽんなんかいつも進んでるねって言われたんだけど、今回珍しくあまり進めておりません。はい、なぜかと言いますと、結構お金が減って萎えたからです。でもね、割かしちょっと貯めて、品出しというか、このなんか在庫もね、こんな風にいい感じにね、まあ、空白はあまり出さずに作ったつもりではあります。で、ちょっと今日はですね、動画外で進めていた時に、ちょっと困った点が一点ありました。そう、何かと言いますと、レジ係が足りないという問題。はい、で、ここで私はですね、やっぱちょっと、レジが大好きなので品出し上位でも正直ね、お客さんを観察するのも好きですが、やっぱりレジをするのもとても好きということなので、開始早々、レジをね、購入したいと思います。三代目。まあまあ高いですが、まあ。本当足りなくって、マジで。そう、すっごく足りなくって、チェックアウトがいっぱいですって表示が出ちゃってて、お客さんもすごい待たせちゃったの。で、あんまり目立たないように、端っこでね、レジをやりたいと思います。やばくねこれ。え、いじめられてるのみたいな。まあ、てな感じで、今日もまあ、元気に営業していきたいと思います。はい。いらっしゃいませー。本日初の営業となっております。ぜひぜひお越しくださいませ。お値段の方、ね、結構まとめさせていただきました。いらっしゃいませ。いかがでしょうか。本日のおすすめですね。やっぱり一番高いコーヒーとか紅茶とかがおすすめかなと思っております。ぜひぜひご来店ください。いらっしゃいませ。これ、新人なのでね、皆さんね、ぜひ挨拶してみてください。はい、男ばっかりのスーパーマーケット。いらっしゃいませ。あ、でもなんか女性来てるね。あ、いらっしゃいませ。男入店、男入店。2名様入りました。ありがとうございます。女性2名入店しました。ありがとうございます。あ、お買い上げありがとうございました。あ、品出しも動きました。本日もね、元気いっぱい。あ、男性1点、男性2点。男性3点入会いたしま、あ、違う、入場いたしました。あ、いらっしゃいませ。あ、ありがとうございます。久しぶりのレジなんです。こんにちは。いや、なんか最近ね、ユーポンが、あら、いないわ、つってこう男性がかなり寂しがってる様子もね、伺えたんですけども、今日からですね、また私、レジ再開しましたので、ぜひぜひ、ユーポンレジ担当されたいなと思う方、来てみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。まあ、ぜひね、こちらもね、使っていただいて構いません。あ、ありがとうございます。トイレットペーパー1点売れました。品出しよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。あ、男性がたくさんです。ありがとうございます。お前、いつも文句言うからな、セーター。言うなよ。あ、ありがとうございます。やっぱ男性ファンが多いですね。ありがとうございます。ちょっと久しぶりで、あまり手が、遅いかもしれないですが、すいません。はい、ありがとうございます。あ、こんな卵買うんだったら、なんかもうちょっと多い卵買った方がいいんじゃないですか？ちょっと買い方下手というか、あ、やべ、間違えた。買い方下手じゃない？だったらさ、まとめ売りのやつ買った方がいいのにね。買い方下手な人もいるもんですね、やっぱり。あ、ありがとうございます。買い忘れがね、ないようにね、皆さんね、ちゃんとメモって、してください。あ、ありがとうございます。たくさん、ありがとうございます。あ、コーラですか？映画でも鑑賞するんですかね？ありがとうございます。あ、いらっしゃいませ。あ、ありがとうございます。あ、やだ、たくさんありがとうございます。最近ね、自分のお店が進化してから、レジ打ちをしてなかったのよ。だからさ、あ、こんなに買ってるんだっていうのを初めてわかるかも。いつもさ、人任せだったじゃん、レジ。こんなに買ってくれる人が増えたんだね。最初の頃ってもう本当になんか1点買いとか2点買いとかだったのに、こんなにも増えて、嬉しいです、私。ちょっと在庫の方は大丈夫かな。結構でもね、いっぱい入荷をさせてたから、大丈夫かなと思うんだけど。あ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。あ、なんかボトル水がなさそうですね。ええ、ボトル水ちょっと入荷させます。少々お待ちください。
忙しいのやっぱ店長というものは。なんかあっち行ってこっち行って、あっち行ってこっち行ってっていう。1、2、2個でいいかな。じゃあ少々お待ちくださいね。皆様が快適に飲み物をね、買えるように日々努力しておりますので、少々お待ちください。品出し君にね、これはね、ちょっと仕事頑張ってもらいますので、少々お待ちください。ありがとうございます。はい。あ、お釣りなしです。ありがとうございました。あ、トイペが人気でございます。みんなやっぱうんこしてんだな。ちょっと待って。トイペの在庫がない。少々お待ちください。トイレットペーパーはうちね、切らせたくないもので、やっぱり。なぜかって言ったらやっぱ日々みんなうんこしますから。はい、その時のお尻をね、拭くものがないとやっぱり、人間というものは一番困ってしまうわけですよ。お尻の拭くもの。じゃあ何で拭くんかって話じゃん。トイレットペーパーがなくなったら。困るんですよ、やっぱり。だからトイレットペーパーだけは食べ物よりも大事だと私は思っておりますので、なるべくね、切れさせないように、まあ、お尻の穴も切れないような、すごく肌触りのいいトイレットペーパーとなっております。ありがとうございまーす。あ、ありがとう。あー、トイレットペーパー買い占めっすか？ありがとうございます。うわー！ 156.11！ ありがとうございます、大量買い。なんだこれ。お前、よくさっきの客で今の卵渡せたの、うちに。で、これさ、足りない人に限ってさ、お釣り多いのなんなんこれ。1、2、3、4、1、2。ちょ、少々お待ちください。ちょっと暗くなってきましたね。暇してんのお前、働け。あ、ありがとうございます。16.68、ありがとうございました。良いお年を、ありがとうございます。クレジットカード、ありがとうございます。43.26、ありがとうございました。またお越しくださいませ。皆さん、トイレットペーパーがね、なくなりそうだったらすぐおっしゃってくださいね。おう、今日の俺の、鉄道服、髪がね、つって教えてください。いつでも私はトイレットペーパー持ち出してきますので。あ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。あ、ピザ。なんかあるんですか今日、ピザ。映画ですか？ありがとうございます。ピザ2個買いってあんまないよね。体に気をつけろよ。あ、ありがとうございます。そうですね、昨日ここに、電気をね、設置しました。お気づきになられたでしょうか？あ、トイレットペーパーたくさん入荷いたしました。はい、在庫の方もまだしっかりとあります。足りないものがあればね、事前にお伝えしてください。あ、ありがとうございます。お掃除もする方多いんですかね？ 1 点、なんだっけ？あ、22。はい、ありがとうございます。そうにしないで。いや、言おうと思った。なのは1点のチョコレートなんだよって。でも気まずそうにしないで。すいません、なんかちょっと悪いことしたような気持ちになっちゃった。3.90。めっちゃ気まずそうにするじゃん。気まずいわ、こっちもチョコレート1個渡されて。バレンタインかなと思っちゃうよね。何、告白みたいな。いやいや、めっちゃあっち人気なんだけど。なんでこっち並んでくれないの？やっぱいじめられてる？でもいじめられてるかもしれない。あ、なんか比較的今日女性多いし、アリエル2人いる。どっちが本物だろう。アリエルと、なんかオーロラ姫がいる。あ、結婚式のおじさん来た。ありがとうございます。モッツァレラチーズ。似てますね、モッツァレラチーズに。ありがとうございまーす。モッツァレラチーズが、モッツァレラチーズ購入しました。ありがとうございました。とお越しくださいませー。いらっしゃいませー。チェックアウトいっぱいになっちゃうんでね、こちらぜひ来てください。ヨーグルト高すぎます？ヨーグルトなんかさ、すごい人気ないんだよね。これ。でもさ、利益がさ、もういいよお前ら、ヨーグルト買うなもう。うわ、なんだお前、目の前で。お客様が大変詰まっております。ひき肉3点ありがとうございます。ひき肉の方もね、結構入荷は頑張っていて、あ、まだ余裕がありますね。よかったです。ありがとうございます。はい。あ、ありがとうございます、たくさん。卵、なんかちょっと品切れになりそうだな、卵。こんだけ買われたら。ありがとうございます。1、2、3、4。1、2、5、6と。ありがとうございました。ちょっと、卵の在庫が不安になってきましたね。モッツァレラのまだあるでしょ？卵もなんか意外とまだあるな。結構在庫うちはね、やってたからね、これ卵と。あ、でもこっちの長卵がないね。入れとくか。
長玉がない、長玉。あと長玉。1、2、3。あ、3個あればいいかな。で、あと、足りなかったのが、これと、あとはモッツァレラ、1、2、3。で、あとは、冷凍系がね、割とね、結構少なくなってきちゃうから、チーズってどこに置いてたっけ？あれ？チーズってどこだっけ？あ、チーズも今在庫はないけど、チーズも入れとく？あ、なんだっけ冷凍って。バターってあった？あ、バターもない。バターも買っとくか。バター。よし、じゃあ明日はこれを注文して終わりましょう。はい、ってことで皆さん本日もお疲れ様でした。また明日ご来店お待ちしておりまーす。あ、ここでちょっと待ったわ。明日のご来店お待ちしておりまーす。よし、今日はどうだ？今日ちょうどデイ50だ。50。収入が2822。あの、え、なんか少なくない？あれ？そんなもん？そんなもんか。手洗い、資料、塩、ケーキ。手洗い、資料、塩、ケーキ。手洗い、塩。ほんとだ、下がってる。やだー、ほんとにこんな下がって。22でいいかな。シティアルは、あ、上がってる、上がってる、ウェイウェイ。これは上がってるよ、いいよ。8.90 でいいかな ?90。なんかあんまりね、高いって言われてもちょっとあれだからね。あと、ケーキ。ケーキ、ケーキ。あ、ほんとだ。ちょっと上がってる、ちょっと上がってる。これは60でいいかな ?60 で。よし。で、昨日の入荷のものをちょっと出させていただきまーす。あ、オレンジジュースもない。オレンジジュースない。オレンジジュースどこだっけ？ここと、あとコーラ。ない。入んないかい。オレンジジュースち買いすぎたんだよね。牛乳もまだ売れてないし。くそ。片付かね。じゃあ一旦注文しまーす。朝の品出し行きまーす。朝の品出し、危ない！朝の品出しあんまね、あそこ行かない方がいいっすよ、ほんとに。まだあるんかい、もう！また買っちまったよ、シーチキン。じゃあ入荷がちょっと遅れてるのか。よし、卵と。卵ね、かなり人気だったね、さっき。いっぱい買ってくれてた。やっぱ、ジャンの誕生日だったからかな、昨日含め。入れるか。よし。よし、オッケー。どうしよう、こう置いとくか。まあ、これゴミ。で、これですね。よし、モッツァレラ。モッツァレラで結構ね、また買ってる！これいらないってよ、こんなに。モッツァレラかなり男性で人気だったね、さっき。お、間違えてるって、なんでだよ。モッツァレラ、モッツァレラ。はい。モッツァレラ大入荷しました。あら、チーズの方もね、入荷しましたので、ぜひぜひ。あと足りないものは、あ、これも足りない。この緑色。緑色と、まだある。まだある。冷凍食品は多分まだある。緑色のやつと、こっちは、これまだあるかな？あったね、ナイス！緑色と、なんかこれの砂糖と、緑色砂糖すす。緑色砂糖すす青いの。緑色すす小麦。緑色すす小麦。緑色のやつと、すすと小麦。ちょっとね、今日はですね、新たなライセンスの方もやっていきたいと思ってるので、ちょっとこの回を終えたら、新しいライセンス、ちょっとやってみたいと思います。次はね、お寿司をね、取り扱えられるんですよね。なんかお寿司はどうやらね、高いって噂があるので、もっともっと金儲けできるのではないでしょうか。ちょっと頑張っていきたいと思います。今回の回を終えれば、だいたい5000ぐらいの売り上げは入るのかなって予想してるので、ちょっと、今日一日、一旦頑張って、ライセンスの方やりたいと思います。これさ、注文係マジで欲しいんだけど。注文係が欲しいんだけど、うち割と。よし、これもね、めちゃくちゃ人気なんで、2つ購入してきました。よし、小麦と、ほいっと。
小麦買いすぎましたと。じゃあ一旦オープンしまーす。はい、本日の営業開始。目の前のシーチキン盗まないでくださいね。ちょっと日光に当てときまーす。ここら辺で結構買っといた方がいいからね。暇だし買っとくか。1、2、3、1、2。まあ1212でいいかな。いった3はいらない。1212でいいや。あ、いらっしゃいませ。あ、今日は女性から入店しますね。ありがとうございます。いつもね、一日の始まり男なんで、さっぱりした気持ちです。ありがとうございます。よし。これと。一日の始まりは男ですと。なんかね、あのね、リアルの生活は結構女がめんどくさいんだけど、ここの世界は男がめんどくさいよね。なんか高いとか言ってさ、ここの世界は。割かし。そうだよね。割かしそうだよね。リアルはね、女がめんどくさいんだけど、ここの世界は男がめんどくさいんだよね。高すぎます。私には高すぎます。あ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。コーヒーって在庫ありますか？品出し。おいおい。あるかこれ、コーヒー。あ、あるね。コーヒーいっぱいあるね。よかった。あ、ちょっとこれもね、切らしちゃいけないんだよね。牛乳6パックも結構切らしちゃいけなくって、在庫が少ないやつは、まあ、あの品出しは毎回ね、満杯にさせとかないとやばいんだよね。チキンあるでしょ。あとポテトがないか。これはあのね、スーパーマーケットスマホ版8月にやるのかな多分。これ気をつけてくださいね皆さん。トイレットペーパーと牛乳パック6個と、あとこのポテトは、なるべく切らせないようにしていかないと、すぐ売り切れになっちゃうので、皆さんね、そこら辺気をつけて、進めてくださいね。邪魔邪魔。よし。あとこれ、牛乳パック。こういうのは本当に危ないんで。あと、トイレットペーパーかな、一番。トイレットペーパーは、めちゃくちゃ売れるから、やっぱこう、日常品というのもあり。やっぱそこら辺ね、ちょっと気をつけてください、本当に。よしよし。あ、お客さん待たせてた。すいません、本当に。あ、たくさんありがとうございます。朝はパン、パンパパン、ありがとうございます。61.56。ありがとうございました。あ、いらっしゃいます。なんだろうな。告白なのかな？うちにチョコレート1個だけ渡すってことは。かもしれない。やっぱそうかもしれない。だってさ、男ばっかなんだよ、チョコレート1個渡してくんの。そういうことじゃない、やっぱり。俺は君が好きだみたいな。絶対そうだ。だってチョコレート1個渡してくんのさ、意味不明すぎない？絶対そうだよね。遠回しだよね。好きですみたいな。いや、絶対そう、絶対そう。いや、また来るかな、チョコレート1個の人。来たらちょっとまああれなんだよ、そういうことかってなるね。31、はい、ありがとうございました。あ、ほら見てこれ、男ばかりチョコレート買ってくんの。やっぱそういうことかな、遠回しに君が好きだみたいな。なんかやっぱレジ係待ってたよみたいなさ。ねえ。すいません、なんかとんでもない妄想してました。あ、ありがとうございます。あ、なんかこう女性って感じの買い物でいいですね。6.25、ありがとうございました。あ、よかった、チョコレートなかった。お前最近文句言わなくなったな。いいね。てかさ、さっきさ、値段高いって言ってた人っていた？お金ばっかり見てて、お客様の声の請求書見てなかったわ。あ、大好きって感じで、ありがとうございます。あ、ピザもたくさん。これピザなくなっちまうんじゃねえかな？大丈夫か？あ、ピザまだあるね。待って。あ、やばいの見つけた！やばいの見つけた！あれはまた、ちょっと言われちゃう。ちょっと待って。少々お待ちください。1、2、3、4。もう4個買っちゃう、4個買っちゃう。ちょっと少々お待ちくださいね、店長。店長今焦り気味です。パニック起こしてます。なんでかって言うとですね、これちょっと1個しか、あ、もうゼロになってる。やべ。すいません、ちょっと少々お待ちくださいね。一応入荷はしてあるので、まあ大丈夫かと思いますが。すいません、本当に大変人気な商品でして。これ値段安いの？もしかして。やべえ、値段安く提供したんだけど。ちょっと待って。あ、待って、ちょっと待って。
5.50。あ、待って。だからか、最悪だ。安く提供してた。通りでなんかめっちゃ売れるなと思ったんだよね。まあ、最悪なんだけど。くっそ、転売屋だ、絶対。転売屋に買われた。絶対転売屋に買われたんだよ、あれ。うわ、安いわ、みたいな。後でメルカリで転売しよう、みたいな。絶対そうだよ。転売屋だ。最悪。ちょっとどけろ。あ、すいません。少々お待ちくださーい。ありがとうございます。1234、ありがとうございました。あ、大変大人気な牛乳パック、ありがとうございます。43.30、ありがとうございました。あ、今飲みすぎ注意しないわ。下痢になるからね。ありがとうございます。あ、結構いろいろ売れてきております。もう本当に人気で。やべえ、チョコレート、お前らうちらに買いすぎだろ。お前らマジうちらに買いすぎな。どんだけだよ、ほんと。大好きかよ、うちのこと。1234。よし。チョコレート入荷いたします。少々お待ちください。ここにも電気やった方がいいな。暗いな。はい、私に送ってください。チョコレート入荷しました。私に送るチョコレート、男どもありがとうございます、いつも。感謝、感激、雨あられ、ありがとうございます。じゃ、チョコレートもね、ちょっとこちらに置いておきます。私に送るチョコレート、ありがとうございます。チョコレートはもらったことないけど、チョコレートのお金はね、もらってますんで、いつも。ありがとうございます。私は、どちらかっていうと、バレンタインは、チョコよりもお金が欲しいので、はい。私で喜ばれたい方は、チョコではなくお金をください。1、2、3。あ、すいません、なんか多くやっちゃった。1、2、3、4、1、ありがとうございました。あ、いいですね、ヨーグルト。あんまり人気なくって、そろそろね、賞味期限切れしてしまいそうなので、ちょっと買っていただけてとても助かります。多分明日には賞味期限切れるんじゃねえかってぐらい。だって、いつ入荷したかわかんないもん、あのヨーグルト。相当前からあるよ。大丈夫かな ?3、6。ありがとうございます。あ、トイレットペーパーですね。たくさん使ってくださいね。お釣りなし最高、ありがとうございまーす。細けえな、お前。うわ、転売だろ、今の。チーズ。安い時に買った。転売やな、絶対。あれ、メルカリ売ったらすぐバレますからね。これ、チーズ。気をつけてくださいね。よし、ありがとうございます。あ、閉店の時間となりました。ありがとうございました。ありがとうございます。閉店の時間となりました。在庫の方はね、結構ピチピチですね。でも、ススがちょっと死にそうなので、買います。スス死にそう。トイレットペーパー死んでる。1、1、2、3。チキンは？あ、チキンも死んでる。もうやばい。死んでる全部。すべてが死んでおります。1、2、3、4。ポテトは？あ、死んでる。ポテト全滅だったが！ポテト。あ、ま、スス買えなかった。まあ、いいや。ありがとうございました本当に。あ、最後のお客様二人。こっち使ってください。ありがとうございました。あ、たくさんありがとうございます。ススね、ちょっと今在庫が少なくて。ね、登っちゃいます。失礼します。さあ、いくらなる？いくらだ？お !100 超えましたね、さあ、ありがとう。エルボーパスタです。何それ、何それポケモンみたいな名前。エルボーパスタ、はぁ、大変！このパスタめっちゃ人気なんだよね。じゃあちょっと一旦終わります。見つからない商品が結構あった。高い4個か、でも。まあ、4人だったらまあ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 。バター砂糖が下がりました。バターと砂糖が、バターと砂糖が、バターと砂糖ってどれ？バターと砂糖ってどれ？ほんとだ、下がってない。砂糖下がってなくね？うち元から高かったのか、じゃあ。じゃ、ちょっとバターですね。バター。あ、ほんとだ、めっちゃ下がってる。これ大変。これ30かな。これもないんだけど！やばい、なんかめっちゃ品切れ状態なんだけど。ライセンス入りたいのに。でも5000枚あれば上等かな。
ねえ、5000枚ありゃじゃ、危ない！5000枚あればちょっと、これも足りないし、あと、これも1234買っといて、あと、あんだっけ、あとパスタか、パスタないっつってたね。1234。もう一個買っといて、あと、スースないでしょ、スース。スースがない、1、2、1、2、3。あとなんか足りなかった？チキンは買ったでしょ？これ買ったでしょ？バスマティライスか！バスマティライス買っとくか！バスマティライス足りないでしょ？塩まだあるでしょ？バスマティライス足りない。バスマティライスかな？あと。オッケー。じゃあバスマティライス買って、あ、やばい、なんかコーラもないんだけど。よっしゃ、これ買っといて。よしよし。こんなに買ったらまだ5000。うわー、助けてこれ、助けてこの、やべえよこれ段ボールの量。お前品出しばっかり頑張ってないでさ、こっちも頑張ってくれって感じ。どうしよう、待って、置く場所がないんだけど。どうしよう、ここでいっか。お前らマジ頑張れ本当に。よし、これない。よし、これもない。よし、頑張れ、お前ら頑張れ。今日からな、あれだよ、新しい商品が入荷するからね。頑張ってよ、マジで。今日から新しい商品が入荷。寿司。ついに我らね、寿司を取り扱うことになりますからね。寿司。やばい、もう激アツだよ、寿司なんて取り扱ったら。もう、このスーパーマジ大人気になっちゃうよ。やばいぞ、やばいぞ、って口コミで。でもなんかすごい店長が口悪くってっつってさ、なんか一個だけ買うとすごい愚痴られるんですけどとかさ、なんかあと勘違いが激しいみたいな、なんか妄想がやばいとかっていう口コミもなりましたね。なんかお前に向けたチョコレートじゃないのに、え、私にですかとか言われて、すごくなんか気分が悪かったですとか、結構書かれてましたからね、レビューの方に。なんか僕彼女に渡すつもりだったのに、なんか店長を勘違いして、え、私にですかとか言ってすごく不快でしたみたいな。結構ボロクソ書かれてたんで。そう。でも勘違いさせるようなさ、行動をとっとお前が悪いだろとか。なんかね。これですね。よし、チキンもね、結構品切れが多いんでね、こまめに入荷していきますね。とバスマティライスもね、ちょっとすごく人気なので。あとポテトもね、すごく人気なので入荷させます。あとススですね、スス。よし、あとこれも大変人気な商品となっております。あ、すいません、引かないでください。で、トイレットペーパー、みんなの大事、トイレットペーパー、みんなのケツを拭くためトイレットペーパー。はい、チキンまた入荷しました。よーし、じゃあこんなもんかな。あ、なんかまだ転がってる。いや違う、これ多く買っちゃったんだってもう。じゃあてことで皆さん、ライセンス広げます。はい、今日もですね、またまた進化してまいります。私のスーパーマーケット UFO マーケット進化してまいります。てことでですね、今回ムサカ、サーモン、グラタン、ステーキ、大型寿司、小型寿司、あと、小牛のチョップですね。こちらの計、1、2、3、4、5、6、7点が本日から入荷されます。はい。入荷しました。ありがとうございます。寿司はちなみに何？どこ？冷凍庫か。あ、冷蔵庫、冷蔵庫。寿司、冷蔵庫って書いてある。じゃ、待って待って待って、冷蔵庫ってことはこれか。これ買わないとか。買っとくか。今お金あるしな。買っとくか。で、あとなんだ？え、なんか冷蔵庫ばっか、え、待って待って待って。冷蔵庫ばっかりなんだけど。じゃ、2個買っとく？今お金持ってるしね。冷蔵庫2個買おう。冷蔵庫2個買っておこう。冷蔵庫2個入荷しました。ここかな、じゃあ。よしよしよし。うわ、なんかスーパーっぽくね、これ。めっちゃスーパーっぽくない？
これやばいね、激アツだね、これスーパーっぽいわ。で、あともう一個、もう一個ね、大きいんだよね、結構ね、大きいんですよね。これ置けないのかな、あ、無理なんだ、置けないんだ。待って待って待って、置く場所がなくなってきた、困ったね、これどうしようかな。このレジがちょっとあれなのかな、ちょっと詰めとくか、こう置いといて、ちょっと移動させます。よし、ここ置いて、よし、置いて、置いて、え、なんか変、なんか変、なんか気になるんだけど、横並びにしてみる、横並び、横並びにしよう、よし、横並び。でもこれさ、なんかお前ら見ろっていうこのスタイルで言った方がいいの、お前ら見ろってスタイルで。で、こういうのはなんかこういう風にこう前に置いといて、前に置いて、まあなんかこうでもいいよね、別にね、こうでもね、ほら、あ、いいじゃん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 、こう置いてって。で、これも見づらいから縦にして、これもね、結構ね、買い直したいんだよね。まあ、なんか別にさ、こうでもいいしね、バーってこう並んでも。でもスーパーってそういうの、そういうもんだもんね、スーパーって。で、一旦これでいいんじゃない、一旦、うん、一旦これでいいと思う。で、まあこれ、ここからバーってこうね、これから出てきますから、うん、それでいいかも。で、まあ今は、今はこうで、よし。OK。今これ。で、じゃあ、早速ちょっとお寿司、あ、待って、うちのレジ。どうしようかな、うちのレジ。うわ、どうしようかな。これお前らちょっと、こっち向き？あ、ちょっと待って。これが邪魔かも。お前らちょっと、こっち向きにしよう。よし、こっち向きで、こう？これどうしよう、僕どこでレジしようかな。これ僕ここ、あ、僕ここ入る。あ、僕ここ入るけど、ここなんか入れなくなっちゃった。あ、入れる入れる。キツキツスーパーマーケットで、これ。キツキツスーパーマーケットだ。まあ、いや、これキツキツスーパーマーケットで。こっから入れないんだ。うわ、どうしようかな、これ。僕。あ、僕ここで、あ、僕ここであります、そしたら。あ、じゃあ、これジャンプします、そしたら僕。あ、そしたらこれちょっともうちょっと、あ、いいね、これ今だけここでいいね。今だけここにちょっと置かしてもらって。オッケーオッケー。僕ここでやる。そしたら。じゃあ、早速、新商品を購入したいと思います。今日は。ムサカと、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。え、待って、大型寿司も足りないね、これ。大型寿司。え、やばい、なんかお金がない。どうしよう。1、2。あ、やばい。あ、待って、足りない。お金が足りない。どうしよう。小型寿司ちょっと、一個やめるか。あ、やばい、40円だ。どうしよう。どうしよう、お金がない。やばい、お金がない。どうしよう。寿司これしかいないの？寿司入荷しました。なんかよくわかんないけど。寿司、お金がやばい。やばい、死んじゃう、死んじゃう。お金がない。死んじゃうよ、これ。何これ。めっちゃある。何これ。何これ。何これ。めっちゃあるんだけど。待って。こう置いとこ。
何？え、これ何？これもなんか違う寿司か？これこっちか？これ何寿司っすかこれ？あ、これまた別寿司で、めっちゃ美味しそう！すごーい！なんだこれ？これさ、寿司足りないからさ、寿司も絶対2列の方がいいと思う。そうしよう。寿司も2列にしよう。お金を貯めて。そうしよう、そうしよう。オッケー、オッケー。足りなくなっちゃうから、余裕持った方がいいね。え、なにこれ？これなにこれ？マジ全部なにこれ珍百景なんだけど。なにこれ？なんか間違えたな。これ在庫多いやつだね。あ、これ在庫多いやつだわ。これは一列でいいかな。まあ厳しくなってきたらね、これからね、またやればいいだけですからね。よし、あとこれか。これ何これ？これがステーキか、もしかして。よし、で、これが、これもう一個買ったけどさ、いらないよね、多分ね。足りそうだよね、別にこれでもね。取っといて。これはもう普通に、こっちに置いとくか。で、これがまた新しいお寿司で、これ2列目だね。ここに置いて。よしよし。これやばいな、寿司めっちゃテンション上がるんだけど。これ絶対お客様もテンション上がると思う。やばいわ、今日みたいな。やばいやばい、あそこのスーパーやばいっつって。ちょっと通うわなるかもしれない。あ、これも一区的いっぱい在庫がある。在庫いっぱいあるの助かるね。よし、オッケー。で、これなんだ？え、なにこれ？これなにこれ？え、なにこれ？あ、これが、あ、これが子牛がなんちゃらかんちゃらってやつか。子牛なんちゃら。子牛こっちでいいかな、そしたら。うわ、なんかいっぱい入ってる。え、すごくない？どんだけ？これどんだけいくのこれ。すごっ！在庫豊富すぎてやばい。これなんかまた頼んでんだけど。え、これ同じだよね。どんだけ頼んでんのこれ。バカじゃないのほんと。てかね、うちね、このね、ライセンスのここのストレージも広くしたいの。お金がマジで足りない。どうすればいいこれ。借金やっぱこれ借金ゲーなのこのゲームって。うわ、これなんか新しくないこれ。こんなのあったっけこれまだだよね。じゃ、こっちかな。やばい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 。やばいやばいやばい。これもう置いとこう、ここに。すげーなんかやったスーパーって感じがしてきた。ねえ。これもあれだな。ちょっと、置いとくか。え、やばいやばい。これもなんかパンパンだよ、これ。パンパンだよ。え、でも買おうと思ったけどさ、今。買えない状況だよね。どう考えても。ここでいっか、とりあえず。ちょっとねえ。お金が今すさまじく足りないですね。よし。ちょっとね、冷蔵庫2個買いはね、マジできつい。冷蔵庫2個買いマジできつい。じゃあちょっと忘れないでね、値段設定していきまーす。値段設定いつも忘れちゃうんで、私。大型、あー、結構いい値段だな。25。すごいね、これは。じゃあ 25.、やっぱ買っていただきたいから、25.、70で行きたいところではあるから、一旦最初は高めで行こう。で、こっちが、21.40 かな。これで行きたいな。よし。で、1,2,3,4,5,6,7、OK。あとこれ、サーモン。あ、これサーモンか。これは、10.39 で行こう。10.39。で、これが 13.88 だから 14.、そうだな、14.、
14.35 で、これがグラタン。あ、これグラタンなんだ。これは 3.88 かな。 3.88 でいきたい。で、次こっちが水ある。なんか水もないんだけど、こっち、うわ、おぉ、チョップ高いね、チョップ。これ 16.28.27 して、これがステーキ。ステーキは 13.39 サンキュー。サンキューもあったんだけど、なんかどうした今日。あと水が足りないのが分かったので、小型寿司と、あとは水、あとこれチョップと、あと水、初期の水、初期の水と、あと欲しいのが、これ小さなラック。よし、で、これで1000を超えちゃうから、いた1000の買い物をしないといけない。え、違う。1000の儲けをしないといけない。あ、ちょっと待って。そしたら、じゃあ、とりあえず水買いたいから、小さなラックキャンセルにして、ちょっとこれも一旦キャンセルにして、ちょっと水だけ買っとこう。水だけ買っとこう。水が足りない。凄まじく水が足りないから、ちょっとまず死にかけの方を助けよう。よしよしよし。オッケーオッケー。死にかけの水を助けて、で、水を置いといて、死にかけのものからも助けていかないと。で、こう置いて、で、あとは、まあ、小さなラック買いたいでしょ。で、さっきの小型寿司足りない、あとは、チョップが足りないから、あとで買おう。さあ、皆さんいらっしゃい。え、嘘、マジ、あ、ほんとだ。なんか値下がり、値下げしちゃったんだね、これ。どうしようかな。55にしようかな。いらっしゃいませ。本日からですね、新しいものが入荷しております。ぜひぜひお手に取って見てみてはいかがでしょうか。本日、寿司が入荷しておりまーす。ぜひぜひ、こちらおすすめです。こちら、寿司いかがでしょうか。購入してほしいです。そっちじゃない。え、高いか、そんなじゃね。あ、これ皆さん、ありがとうございます。新商品、新商品です、こちら。ありがとうございます。次はお寿司を購入してくれると嬉しいです。ありがとうございます。今お金が足りなくって、本当に恵みのお金、ありがとうございます。お金をください。11.1235、ありがとうございます。あ、いいね、いいね。それめっちゃ高いから。あれ、なんかあんまいかなかったな。あれ、そんな高くない。え、こんなもんだっけ。あれ、内側まひってる。あれ、こんなもんだっけ。あれ、安くね、これ。え、こんなもんか。こんなもんなんだ。なんでしとこ。こんなもんか。そんな高くないんだね。あ、ありがとうございます。たくさん助かります。本当にもうお金がなくって。97、私の誕生日、ありがとうございます。やっぱこれも何ですか、あのサプライズなんですか、お前の誕生日みたいな。これもサプライズの一部、ありがとうございます。あら、やだ、ありがとう、たくさん。いや、クレジットカードいただきます。78.55、ありがとうございました。ぜひ皆さん、お寿司購入してみてはいかがでしょうか。お寿司大変おすすめとなっております。あのですね、ラック、え?あ、まだあるよね。あ、ラック、小さなラックすごく買いたいので、1000ぐらい求めております、今。今700なんですけど。あと1000ドル欲しいなと思ってて。あともうちょっとですね、あと200ドルお買い上げお願いします。小さなラックも必要になってきました。新しい商品も増え、小さなラックも必要になりました。いや、これからもね、どんどんお金がかかっていくスーパーマーケットなので、皆さんお金をバンバンと落としていただけますと幸いです。ちなみにですね、お寿司はですね、賞味期限とか、あとはちょっと味がね、
落ちてしまう可能性もありますので、お早めに購入いただけますと嬉しいです。しかも高いのでね、皆さんこれ見てください。とっても高いので、まあちょっと買っていただきたいなっていう気持ちではあります。ぜひこちらお寿司いかがでしょうか。ありがとうございます。グラタン大変人気でございます。ありがとうございます。あ、なんか小牛チョップめっちゃ人気。チョップめっちゃ人気。50点。30ありがとうございました。おー、ひき肉大量。ひき肉割と高いですからね、とっても助かります。あ、1000超えありがとうございます。あ、100超えですね。うわ、なんかめっちゃ買いましたね。ありがとうございます、たくさん。あ、コーヒー飲みすぎ気をつけてくださいね。歯黄色くなるので。124。あと、口臭のね、原因にもなりますので、気をつけてください。あ、ありがとうございます。やっぱレジ楽しいわ。うちはやっぱレジ屋ってなんぼだと思うの。1,2,3,4,9。え、7。またうちの誕生日だ。9,7。うわ、やっぱこの男たちやべえな、これ。むっつりだな。なんか、めっちゃむっつりじゃない？ 9,7 とかさ、誕生日やってくんで、ね、わざわざ。しかもチョコレート渡してきたりとか。マジむっつりだよね。素直に言えばいいのに。あ、オレンジもない。よしよし。オレンジ。で、ラック買いまーす。もう、行ったのでね。はい、ラック購入して、またお金が減りましたと。よろしくお願いします。またまたお金が減ってしまいました。皆さんのお金で、スーパーが成り立つ。大変狭くなってきました、ここも。マジお金貯めないといけない。もうどうすればいい、本当に。もう借金はしたくないからさ、うち。絶対に。絶対に借金はしない。絶対に。これだけは心に誓う。絶対借金はしない。借金したら終わりって分かってる。それで今日は入荷とかやめますからね。ちょっとお金が足りないので、一旦入荷やめて、買えるだけ買ってください。とりあえず、お金ために入ります。ありがとうございます。あ、やばい、お寿司入ってった、今。嬉しい。お寿司ね、めちゃくちゃ高いんでね。あー、もう助かります、こんなに。いいですか、私に見ついて。ありがとうございます。43、ありがとうございました。たくさん赤っぽいのばっかり、ありがとうございます、奥様。うわー、ありがとうございます。もう100超え、最高。もう100超えでいこう、みんな。100超え ?100 以下 ?100 ドル以下のお買い上げは、100ドル以下のお買い物は、キャンセルさせていただきますからね。キャンセルです、こんなの。バカなの、もう。もう、3ドルって。うわー、うわー、やばこれ、はい、やばお前、やべえ、マジで、ほんとに。最高すぎるんだけど。見た、今の。でっかいの2個入ってったんだけど。やべえ、ありがとうございました、ほんと。あ、ありがとうございます。こちらもね、新商品です。お目が高い。見るところが違う。ありがとうございます。5。1,2,3,4と、ありがとうございました。あ、少な、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、いいです。あ、新商品たくさんありがとうございます、奥様。50.09、ありがとうございました。もうちょっと買わない？お客さん。もうちょっと買いません？これ。何すか？日本って。こういう人に限ってお釣りバカ多いんだよね。これ何なんだろうね。嫌がらせかなと思っちゃうもん、うち。買うもの少ないのに、お釣り多いみたいな。ほら。これ何なんだ、マジで。123。まあ、買ってくれるだけありがたいですけどね、やっぱね。ちょっとでもやっぱお金は入るので。やっぱ嬉しいですけど、やっぱこうドバッと入るのが嬉しいですからね。あ、いいですね。そうですよ。そう、そう、そう、そう。そんな感じ。あ、そう、いいよ。これいいね、あんたね。やる。あんたの買い物いいね、これね。100超え、最高。そうっすか、ピーナッツバターがないって。ピーナッツバター今ね、あんま買いたくないんですよね、ちょっと。お金がなくって。ピーナッツバター。シャーなしな？シャーなし。ピーナッツバターってことは、じゃあ、1,2,3,4。あ、じゃあ明日、入荷しときますね。あ、ありがとうございまーす。ありがとうございます。じゃがいも。1,2,3,4,9と。で、5。ありがとうございましたー！お、終わったか？もうお客さんいない？今日の。いない？
今日のお客さんはいません？え、でも結構新商品を売れたか？あと、リンゴジュースもなさそう。リンゴジュースも買っとくか。あんま買いたくないんですけどね、本当は。よし。オッケーオッケー。まだ足りるかな。あ、でもオリーブオイルもなさそうだ。オリーブオイルもないな。でも何のバナナ結構スカラカンだな。なんかめっちゃスカラカンじゃないこれ。やばいね。大人気なんだけど。1、2。あとこれ明日買う。じゃあ一旦終わりまーす。え、で見つけた商品高い。3になった。すごい減った減った。やった。いや、チンでめっちゃ減られたんだけど。シリアルパスタ牛乳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 。これか、パスタって。あ、これだ。2.88。あとシリアルか。シリアル、どっちのシリアル言ってんだ？こっちはないね。こっちか？こっちはないな。こっちかじゃん。あ、こっちだ。上がってる上がってる。6.99。よし。じゃあちょっとあれだね。足りないものを購入したいと思います。足りないもの。これ買って、あのさ、ちょっとさ、ライセンスな、ちょっと待ってね。ライセンスっていうか、あの、成長？ここのストレージを開けたいんだけど、1800かぁ。買っちゃえ！あるなら使えね。あるなら、あるなら使え。どこ広がったこれ。これどこ広がった？やばい。え、これ最高じゃない？え、めっちゃ最高じゃないこれ。え、すっごい広がったんだけど。え、やばい！え、めっちゃ広がってる！え、嬉しい！めちゃくちゃ広がった！あ、って、これはここでいいや。これはここでいいけど。これはここでいいけど、これはね、これが一番邪魔だから。うわ、やばいやばい！めちゃくちゃ広がった！嬉しい！あ、うわ、すごい！うわ、すごい！いっぱい入れれる！え、よかった！広くしてよかった！オッケーオッケー、じゃあ、始めようか。何が売り切れって言ったんだっけ？あれ？ピーナッツ？あ、待って。あ、ごめんごめんごめん。やってなかった。やってなかった。そう、オリーブオイル入れとこよ。で、場所わかんなくなっちまった、これ。どこ置いたっけみたいな。場所わかんなくなっちゃう。で、ピーナッツバター。はい。やばい。これどこ置いたっけ状態なんだけど。あ、ここが飲み物か。ここ飲み物だ。ここ飲み物ね。オッケーオッケー。ここ飲み物。あ、シーチキンもうないじゃん。シーチキン。入れとこ。これも入れとこ。取っとこ。そして、リンゴジュース。これ、場所を覚えるの頑張んないとな。ちょ、リンゴジュースこれ買いすぎた。これだよね、これ問題の。あと、蜂蜜もないから、蜂蜜もちょっと買っとくか。あと、チキン、トイレットペーパーある、チキンある、ポテトもあるね、オッケーオッケー。じゃあこれ大丈夫かな？買って。よし。まあ、とりあえず一旦お金をね、私は貯めたいから、まあ、品出しはこんなもんにしとこうかな、一旦。
うわでもここら辺買っときたいな。オリーブオイル。卵とか大丈夫？卵。あ、卵全然余裕。あ、全然余裕っす。あ、全然余裕っす。結構全然余裕。オッケーオッケー。まあ、切り身パンさ、まあ、売れないからね。切り身パンそんな売れないから、じゃあ一旦これでやろっか。お金ために頑張ります。ちょっとお金ために入ります。ユーポンマーケット。すいません。お金ため失礼いたします。で結構売れるのが牛乳パック6で、どれだっけ、牛乳パック6、牛乳パック6めっちゃ売れるんだよね。 1,2,1,2,3,4 買って、あとこれ 1,2 って買って 1,2,1,2 お金がない、誰か助けてください。買えません、助けてください。朝から大量買いお待ちしておりまーす。朝から大量買いいかがでしょうか。朝から大量買いとっても求めております。お金持ちをありがとうございます。朝から大量買いいかがでしょうか。本日も元気いっぱい入店しております。皆さんありがとうございます。大量買いいかがでしょうか。ありがとうございます。たくさんいらっしゃいませー。あ、何ですか、今日のおやつかな、これは。ありがとうございまーす。少ない。大変少ないですね、お姉さん。ちょっと一旦200ドルは貯めたいところなので、よろしくお願いします。お金が足りません。助けてください。借金はしたくありません。よろしくお願いします。てか、借金返済いつだっけ？あ、すいません、ちょっと、ありがとうございまーす。あれかな、ピーナッツバター昨日なかったからまた来てくれたのかな。この方はきっと昨日なかったよなっつって、また来たぜって多分言ってたと思う。ちょ、借金っていつだっけ。あ、待って、もうちょっとで買える。これ借金いつだ、支払い。うん、なんか、あ、明日かな明日支払いかな、もしかしたら。ありがとうございまーす。あ、ありがとうございます。新商品。とても嬉しいです。あら、お釣りはね、ありがたくないですね。4、5、1、2と。はい、ありがとうございました。あ、トイペですね。いいですね。ありがとうございまーす。あ、もう余裕で買える。うわー、最高。ありがとうございまーす。お釣りもないとか最高。じゃあ、ちょっと買いますね。本日の入荷。はい、またお金減っちゃったんで、皆さんお金よろしくお願いします。また減りました、お金が。助けてください。あとちょっと品出しもね、ちょっとまたね、増やしたいなと思ってますので、品出しも。よし。あとこれね、切り身パンも入荷しました。はい、少々お待ちください。ただいま裏の方で店長仕事をしております。店長大忙しです。よし、オッケー。なんかなんとなくスパゲティもなんかなくなっちゃいそうな気がする。あ、まだある。よし、じゃあ相手しよう。うわー、ありがとうございます。たくさん助かります。5、1、2、3、4、はい、ありがとうございました。あ、素晴らしい。たくさん飲み、おお、いっぱい出てくんだ。ありがとうございます。あんま金額いかないね。言うほどね。安いんだろうな。ありがとうございました。おお、おお、おお、やっべ。え、寿司買うのは、うわ、やっば。うわ、これボロ儲けだ、寿司。やっば。これ寿司品切れにしたくないな、寿司は。ちょっと頑張って入荷していきたい。47.16。ありがとうございます。本当に、助かります。大変助かっております。ありがとうございます。
まだね、在庫の方もね、たくさんありますからね、購入してみてください。ありがとうございます。助かります。だから言ったじゃん。だから私は言ってんだよ。鶏肉はやべえよって。やべ、これまた言われる。すいません。ただいま入荷しました。鶏肉マジレベチなんだって。なくなる速度が。はい、入荷しました。ポテトもか。あ、ポテトはまだある。マジレベチだわ、ほんとに。レベチすぎる鶏肉。なんかまだ文句言ってますが、フルムシでいきたいと思います。たくさんありがとうございます、奥様。ああ寿司があった。うわ、奥様、さっきの男越しました。ありがとうございます。123、12、ありがとう、本当に、あ、ありがとうございます。12、ありがとうございます。うわー、買いますね、皆さん。もうなんか初期の頃が可愛いもんね。懐かしく感じちゃう。あんな時もあったなっていう。ありがとうございます、たくさん、本当。あららららら、らたくさん出てきました。123123、ありがとうございます。うーわ、その他もろもろって感じ。ありがとうございます。あー、もうちょっと100でしたね。惜しいですね。ありがとうございます。とんでもねえ、なんか最近とんでもないな、最近のみんなの買い物。いや、これはすごい、これはすごい。なんか成長がわかるね。めっちゃうちら成長してんなってのがすごくわかる。これ人気だね。サーモンか。サーモンめっちゃ人気だね。なんだお前これ。ありがとうございました。お、ありがとうございます。漂白剤なんか危ないな。食べ物と漂白剤ってなんか危ないな。うわ、やべえ、この人もめっちゃ買って、うわ、100超えた、かっこいい。やっぱ100超える男はかっこいいね。1234、ありがとうございます。あ、サーモン2点、まあまあですね。ありがとうございます。12、ありがとうございます。お、私か。お、うわ、トイペが。お前こんだけトイペ買ったらトイペなくなったよ絶対。ほらーほらー、あ、もう9時だわ。もうお前どんだけトイペ、どんだけうんこすんだこれ。こんな、すいません、トイペの買い占めはですね、あんまりちょっと許してないんですよ、うちの店。なんでかって言うと、やっぱトイレットペーパーってめちゃくちゃ人気な商品なので、あんまり買い占めはね良くないんだよね。やばい、なんかどんどんお品物剥げてきたんだけど、もうお金なくて買えないよ。まあ、ちょっとしばらくあれかな。成長もライセンスもやらずに一旦お金ためから行こうかな。で、在庫がまたちょっと綺麗に復活しだしたら、また新しいライセンスとか、まあ、ちょっとお店の成長とか、やっていこうと思いますので、一旦はね、ちょっと、平常運転で、ちょっとさせていただきますね。お金が足りなくて、申し訳ございません。貧乏で。ありがとうございます。いや、経営するのは大変ですよ、やっぱり。ね、借金しても大変だし、キャンディーも人気だ。ありがとうございました。本当にいつもいつも感謝しております。よし、じゃあ、どんな感じかな。おー、見つけられたような高い6だ。あ、いいね、いいね、いいね。ソーダ上、ソーダ上がってケーキ下がった。ソーダ上がってケーキ下がる。ソーダ上がって、ケーキ触る。あ、別にいいんじゃね、別にこれで。で、高かったんだろうな、じゃあうち、もともとの値段が。これもいいと思う。これもいいと思う。これちょっと、あれね、上がったね、これか。70から、なんかあんまりね、ジュース系で高くしてもダメだから、水もね、もうやべえ、ほんとにもう何もなくて、貧乏だよ、貧乏。いや、ここやばいな、めっちゃ買られてるな、日常品、日用品。やばい、やばい。塩もやばい。はい、ってことで皆さん、本日のスーパーマーケット、これにて終了です。
いや、ちょっと一旦ね、お金ためからしつつ、お金ためして、あの、品出しね、ちょっとところどころもうやばいので、まあ、品出しを余裕でできるようにしつつ、あと品出しくんも増やしたいと思っているので、いや、ちょっと引き続き、私のスーパーマーケット、頑張っていきたいと思います。ちょっとね、店舗の拡張もね、相当お金がかかるのよ。店舗の拡張も。これ、次が6700なの。もう本当にとんでもないので、まあ、1万ドルぐらい稼いで、まあ、成長の方もね、していこうかと思っておりますので、お楽しみに待っていてください。ということで、本日もご来店、誠にありがとうございました。